脊柱管狭窄症には腰をゆるゆるに緩めてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日はちょっとお休みをいただいてまして、こんな格好でちょっと申し訳ないんですけども許してください。はい、そしたら本題に入っていこうと思うんですが、今日はですね、腰方形筋って言われる筋肉のストレッチ方法をですねお伝えしていこうと思うんですけども、まあその前にですね、ざっくりなぜ、脊柱管狭窄症が引き起こされるのか、そしてなぜ腰方形筋を自分でケアしないといけないのかを簡単にお話ししていきたいんですけども、まあ脊柱管狭窄症っていう人はですね、まあ、歩いてるとだん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 腰が痛くなったりとか足にしびれが出てきたりとかするわけじゃないですか。はい、でこれ体で何が起きているのかっていうと、まあ、いわゆる反り腰ですね、反り腰の方に持っていかれてしまうことによって、椎間関節って言われるところに負担がかかってきて、まあ、椎間孔って言われるところからこう神経が出てるんですけど、そこを狭窄してしまって症状が出てるケースっていうのがものすごく多いです。はい、なので今からお伝えするストレッチを一緒にやっていこうかなというふうに思うんですけども、まずやる前にですね、チェックをやっていこうかなというふうに思います。まず自分の後ろに反った時の感じだったりとか、ひねった時の腰の痛さとかを確認してみてください。はい、まあ、狭窄症の人はですね、反ったりとかひねる動作で関節にものすごく負担がかかりやすいので、まずこれを一つチェックしていただきたいのと、もう一つがですね、もう一つがお辞儀ですね。お辞儀、こういう感じでぐーっとお辞儀をした時に、ここの部分がですね、フラットこうもう一枚板みたいな感じで、こういう風にしたら別に痛くないけど、こういう感じでいくと、あたってなるケースは、ちょっとですね、やりがいがあるかなと思います。はい。で、もう一個ですね。もう一つが、椅子に座った状態で、反ったり、逆に後ろですね。っていうのをしていくんですけど、こっちに行けない人、これができない人が多くいらっしゃいますので、これもできるかどうかチェックしておいてください。はい、チェックできましたでしょうか。で、チェックしていただいたらですね、まずここに、座っていただこうかなというふうに思います。まあ、普通にベッドとかに座っていただきたいなと思うんですけども、腰方形筋っていうのがどこにあるのかっていうとですね、背骨あるじゃないですか、背骨。はい。そこから、こう、外側にこういくと、なんか筋肉があると思うんですよ。筋肉があると思います。で、この筋肉を飛び越えて、ちょっとペコってへこむこの辺りですね。この辺りぐらいからが侵入ポイントになります。なので、こっからペコッといったこの辺りに指をですね、この指をこういうふうに当てていただきます。はい、当てていただきます。で、当てていただいたら、こっち方向ですね、まずこっち方向にぐーっと指を入れていきます。ぐーっと入れます。これ結構痛いと思いますよ。で、入れていただいたら、こっからですね、こっち方向、今度はこっち方向ですね、斜め上方向にこういうふうに入れていただきます。はい、これでも多分結構痛いと思うんですけど、こっから最後ですね、左に倒します。右の場合は左に倒します。はい、そうするとですね、おそらくなんか手をですね、奥からこう弾かれるような感覚があると思います。ので、その状態をキープしたまま、このまま30秒やっていきます。こう手使ってもいいですよ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30っていう形ですね。で、余裕がある方はですね、やりたい方の足ですね、やりたい方の腰の方の足をこういうふうに台に置いていただきます。はい、台に置いていただいて、全くさっきと一緒ですね、背中からこう置いてペコってへこんだところ、ちょっと結構横の方になりますね。はい、そこに指をぐっと入れて、さっきと同じように斜め上ですね。はい、結構痛いです。で、このまま反対
そうするとまた押し出してくる感じがあると思いますので、それに負けないように30秒やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、はい、っていう形ですね。はい、それが終わった後にさっきの運動ですね、こうチェックしていただいたりとか、対戦とかですね、あとは、お辞儀ですよね。お辞儀でこうした時のさっきの痛さだったりとか、ここから後ろにこう倒した時にさっきよりなんか行きやすいっていう感覚があれば、あなたのですね、その狭窄症の症状っていうのはこの腰方頸筋から来てる可能性っていうのが高いですので、ぜひ今のケアっていうのをやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、今からですね、今日はお休みなので、まあカフェに移動してパソコンカチャカチャってやろうかなというふうに思います。皆さんもいい一日を過ごしてください。今日の内容良かったなと思ったらグッドボタンだったりとかコメントお待ちしてますので、どしどししてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。